ご視聴ありがとうございます。この動画は次の通りになっています。以上のことを踏まえて、もしよろしければこの動画をお楽しみください。まずはガンバ大阪の選手たちのシュート練習を見ていただきます。シュートが決まった時や、逆にゴールキーパーがシュートストップした時など、ファンサポーター方々の拍手や歓声が上がります。メタラピ選手、素晴らしいシュートです。谷選手、ビッグセーブです。ダワン選手、本当に高い打点のヘディングですね。迫力あります。メシノ選手、弾丸シュート。すっごいスピードでゴールに突き刺さりました。今日スタメンの東口選手がアップを終えて戻るところです。この試合、宇佐美貴史選手が怪我でベンチ外に。副キャプテンのクォン・ギョンウォン選手も山本裕貴選手もベンチ外だったので、今回は東口選手がキャプテンマークを巻いていました。広島戦直後の試合だったので、東口選手がスタメンに名を連ねていたので、本当に嬉しかったです。チャンスを与えるポヤトス監督。そして、そのチャンスをものにして、ゼロに抑えての勝利に貢献する東口選手を見れると思ったからです。ただ、試合は、キックオフ間近の時間に失点、なんで?という気持ちは、これで3試合連続です。そして、バックパスのミスや、ディフェンスラインの連携ミスなどが重なって、前半だけで2失点。メシノ選手や福岡選手が、ピッチで戦う選手たちに、大きな声で鼓舞していました。前半は、そのまま 0-2 で終了。終わった際、ガンバのゴール裏サポーターから、ブーイングが、悲しかったですが、この内容なら仕方ないかな、と思う自分がいました。後半に向けてピッチに向かうガンバ大阪の選手たちです。先ほど書きましたが、近くのファンサポーターの応援に勇気をもらった私。気合を入れ直しました。
後半、この石毛選手とダワン選手の交代出場で流れが一気にガンバ大阪に向かいました。メタラピ選手のうっとりするスルーパスがハンダリク選手へ、そしてハンダリク選手のお見事なクロスからローテンゴールを決めた石毛選手。石毛選手はルヴァンカップに続いてのゴール、本当に頼りになる王国が生んだファンタジスタです。そして黒川選手のクロスから杉山選手が折り返したボールを冷静に決めたファンアラーノ選手。あっという間に同点へ。もうこの時は嬉しすぎて思わずガッツポーズをして大きな声で喜んじゃいました。このままイケイケで一気に逆転と思いましたが、札幌も反撃、最後の中島選手のシュート決められたと思いましたが、そこは神様東口選手のファインセーブ、さすがでしたね。インタビューで遅れたファンアラーノ選手が最後丁寧にファンサポーターに応援のお礼、ゆっくりと丁寧にお辞儀する姿に感動しました。ますます大好きになりました。帰りはガンバ号で淀屋橋駅難波駅に。とても便利で楽ですが、出発がみんな揃うまで待ったり渋滞で遅くなったりするので注意が必要です。そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。高評価やチャンネル登録をお願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。本当に感謝しています。